こんにちは、アートマンの小菅美由紀です。本日のゲストは、尼崎を拠点に依頼者の皆様が抱える悩みや諸問題の解決に全力を尽くす梅崎司法書士事務所の梅崎文彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とお友達の和田敏郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。なぜこう続いているものを選ぶっていうことになったんですか？司法書士になったきっかけというか。司法書士になったきっかけはやっぱり、まあ、うん、そうですね、代々やってたっていうところが大きいんでしょうね。多分やってなかったら多分司法書士っていう職業自体も知らなかったでしょうし、まあ、父がやってて、はい、で、僕7回目で通ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。でもええ加減にしやって彼女に言われて、もう私30やで早くみたいな。そうそうそう、そうなんですよ。そういう面ではやっぱり女性の力がすごいですよ。そうですね、後押しした、まあ、そのパートナーとかね、愛の力は偉大です。そう、そうですね。半分、まあ今まで話し返してみたら半分以上はやっぱ、うん、彼女の力は入ってますね。奥様の、うん、うちとは全く別やね。あ、本当ですか。その若い人たちが職業を選ぶときに司法書士を例えば進めます？お客様に感謝される、うん、仕事なんでね。まあできて当然なんでしょうけども、なので、まあ、やりがいはないことはないですけどね。なので、まあ進めないことはないです。やりたいっていうことやったらよし頑張れっていう。よし頑張れ。なるほどね、はい、私たちの中では体の一部なんですよ、脳も、うん、なんで心と脳って違うものなんで、喜怒哀楽が心ではないので、実際のところは、うん、だからその部分で言うと脳っていうところをいかに休めるか、いかにうまく働かして神経系統をスムーズに信号を送っていくかっていうのも生態の一つの、まあ、仕事になるので、使わないで休めながら集中してやっていくことですか、ね、うん、プリウスみたいですね、なんか。あ、そうですかね、うん、思い通りにやれるってことですね。スーッと、スーッとね、確かに、はい、音もしないかもしれない。なんか燃費がいい感じですね、なんか。そうです、そうです、そんな感じですね。はい、ちょっと体を動かしてみましょうか、うん、はい、はい、その脳からの指令をスムーズにするっていうのは、普段やってること以外のことをやるのが手っ取り早いんですよ。この横の動きってあんまりみんなしないんですよ。前後はするけど、うん、横はしないので、片方を上げて、はい、でそのまま片方を上げて、うん、でこっちに伸ばしてもらう。でその時にここの骨盤が浮いてしまってると思うんですよ。浮きますね、うん、でそれをしないで左右均等にしたままで倒してください、うん、はい、手を上げて、そうです、浮かさない、浮かさないように、ここです、骨盤このまま、お、そう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 、そしたら結構動かへんなって分かると思うんですよ、うん、骨盤と肋骨を引き離していくようにイメージしてもらって、うん、調整しつつ、うん、でしっかりストレッチする、うんうん、二重の闘技しましょう、はい。ありがとうございます。最後に、はい、梅崎さんのちょっと告知を、会社の、はい。告知さっきしましたよ、もう。一、はい、回一回終わるんで。一回一回やるんです。一回一回やるんです。はい。登記しましょう。登記します。会社を起こしましょう。会社を起こしましょう。今でしょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。